どういうボールを投げるというのは、ね、もう実際1打席目で見たので、はい、あとはそれを自分で何が来るのか、うん、自分にはこういうボールが多いなと。さあいった、ノイジーの当たりは初球を捉えた、入りました。来日初ホームランが出ました、新外国人のノイジー。好投を続ける村上頌樹を援護するソロホームランが出ました。ゆっくりと悠々とダイヤモンド一周、タイガース先制です。いやー、福留さん、初球でしたね。そうですね、逆に言えば先ほどの回にね、はい、江川さんが言われたように、こういう時の初球の入りというのがどれだけこう難しいかという中での初球なので、ちょっとまあ不用意といえば不用意、作戦確立というふうになっております。おっと、これは捉えた、ノイジー2試合連発のホームラン、2試合連続で先制ホームランを放ちました、新外国人のノイジー。今日は打順を5番へと変えて最初の打席で結果を出しました。先制は阪神タイガース、1対0。ノイジーが2試合連続ホームランを見せました。村田さん、緩い変化球で、もう動かれてるんですけどもね、はい、もう左で1本ですよね。把握されてるんだなというのは改めて思いましたけど ね、 そ、 言ってたから。そんなことはないという答えを一振りで出しました。ノイジー来日して甲子園での初ホームラン、岡田監督これもあるんですと、そういう一発、今シーズンの第3号はさあここから追い上げていくぞというノイジーの一発。これで阪神タイガース2リーグ分立後7999号にチームとしてなりました。 3-1 です。センターへ、左中間へ、大きな当たり、そのまま吸い込まれました。3番の1勝機もこの笑顔、6対2になりました。神宮に響き渡る、ね、このままね、まあ、どこだもノイジーの打球、左中間伸びていってスタンドに届きました。馬場の好投から一つリズムがつながったかタイガース打線、ノイジー今シーズン第5号、左中間へのソロホームラン、タイガースラッキーセブン、まずは1点を返しました。バウアーに対しては8打数3安打というノイジーです。打ちました、文句なしの一発でした。文句なしですね。はい、でもはベイスターズのストレート、本来のストレートであればね、ノイジーの当たればレフト弾丸ライナー飛んでいく、入っていく、スリーランホームラン、森下があっという間にタイガースに飲み込まれました。佐藤輝明タイムリーの後、ノイジーが初球を叩いて7号スリーランホームラン。沸き返るマツダスタジアムのタイガースファン、ノイジーホームイン、これで7対0としました。ただ直後7回の表、ノイジー今日自身2本目のホームラン、バックスクリーン左横に放り込む8号ツーランホームラン、
これで9対3。初回2点を失ってノイジーには強烈な当たり、浜田の上を越えてツーランホームラン。レフト側三塁側いっぱいに埋まっているタイガースファンに向けて初回4点をプレゼント。ノイジーの調子